そこでそこでこの方を紹介しましょう、常森あかね役の花澤香菜さんです。はい、常森あかね役、花澤香菜です。よろしくお願いします。合ってますよね、僕の名前。合ってますよ、合ってますよ。さあ、ということで、はい、今日はこの3人で、はい、お届けしていきたいと思っておりますが、はい、お願いします。東京でやってます。はい、うん、絵がまた個性的で可愛いですよね。そうなんだよね、うん、さあ、そんなこの番組が、はい、はい、アニメサイコパス10月11日木曜日24時45分より、え、いつから、え、もう一回言いますよ、聞いててくださいね10月11日木曜日24時45分より、どこの局で、なんとフジテレビのいたみな、え、読めないのフジテレビ そこ読めないの、のいたみな他にて放送がスタートいたします。イエイ、オス、はい、ということでアニメの方は少し雰囲気が分かってもらえたかなと思いますけれども、はい、じゃあこのラジオは一体どんな番組なの。さあ、ということで、うん、2つ目いきましょうか。はい、はい、2つ目のコーナー、こんなコーナーを用意しました。はい、ストレスセラピー大喜利。はい、どんなコーナーかと言いますとですね、うん、これはですね、理想の精神状態を保つためのメンタルケアが、なんて読むんだっけ、普及している。もうさ、僕さ、漢字読めないのにこんな立派な役をやらせてもらっていいのかな。そうだよ、だってエリートの役なのに普及ぐらい読めないとまずいでしょ。ほんと毎回ドキドキしながら読んでるんですけど、読みますよ、紹介しますね。はい、私演じる常森茜は新人監視官なのですが、君たちは漢字が読めない人ばっかりだな。うん、嘘嘘じゃない、今の嘘だった、今の嘘ですこのコーナーではリスナーの皆さんから、はい、はい、こんな感じでいろいろなコーナーがありますが、もちろん作品を見た感想や僕たちへのメッセージも受け付けていますので、はい、皆さんメッセージをお待ちしています。メールの宛先は落ち着いて、これは pp24 アットマーク温泉ドット ag、 合ってますか。合ってますよ、合ってます、はい、です、もう一回言いますね、 pp24 アットマーク温泉ドット ag です。よろしくお願いします。はい、